岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。バッターボックスには6番松田。ホークスこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。やはり先ほどのホームランですね。あれで勢いがつきましたね。そうですね、ここはどんどん畳みかけていきたいです。ストレート打っていった、大きな打球だ、左中間深々と破っていった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。ホークス勝ち越しました。2対1になりました。なおも三塁二塁のチャンス。ソフトバンクホークスが見事勝利を収めました。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームは乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物のございませんよう、もう一度お席付近をよくお確かめの上、気をつけてお帰りください。